はい、というわけで皆さんこんにちは、サンライズトラベルです。本日は JR 九州の人吉駅に来ております。ここ人吉駅はですね、数年前の豪雨の影響で一本も列車が来ていない駅となっております。しかしですね、一本も列車が来ていないとはいえ、人吉駅の緑の窓口は営業しており、なんだか不思議な感じがします。今回はですね、球磨川鉄道に乗って人吉温泉駅から多良木駅まで向かっていきたいと思います。現在、球磨川鉄道は人吉温泉駅から肥後西村駅までは代行バスによる運行をしております。肥後西村駅からは普通列車に乗って多良木駅まで向かいます。この代行バスっていうのがかなり贅沢な作りになっていまして、リクライニングもすることができます。この時間帯はですね、学生による下校時間とかぶっており、多くの学生たちがこの代行バスを利用していました。私はと言いますと、まだ春休みでしたので学校にはまだ行っていません。人吉の学校はもう始まったのかなと思いました。この代行バスに自分を含めて学生しか乗っていませんでしたが、私服を着ているのは僕だけでした。ちょっとした優越感に浸れました。さて、ここで踏切を渡りますが、この踏切はもう何年も閉まっていません。もう一本も列車が来ていないのですから。一つ目の停車駅、ソーラ岩畔政治駅前と言っていいのかどうかは分かりませんけども、まあ一つ目の駅に到着です。ここでも何人かの学生が代行バスに乗車してきました。というわけで肥後西村駅に到着しました。人吉温泉駅から肥後西村駅までは3台もの代行バスが出ていました。奥から見えてきましたよ。あれは普通列車ゆまゆき2両編成での運行となります。おお、初めて球磨川鉄道に乗りますけど、いや車両がかっこいいですね。球磨川鉄道っていうのはもともと国鉄 JR 九州の湯前線として、まあ、利用されてきたんですけども、1989年に第三セクター球磨川鉄道として開業しました。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで多良木駅に到着しました。というわけでね、本題に入りたいと思います。今日なぜ多良木駅に来たのか、
まあ、タラギ駅到着前にちょっと見えたと思うんですけども、今日はですねブルートレインに今回はね宿泊していきたいなと思います。このタラギ駅前にはですねブルートレインタラギというブルートレインに宿泊をする体験ができる施設があるんですね。私はですね実は人生で一度もブルートレインというのに乗ったことがないので、実はこれが人生で初めてのブルートレイン、とても楽しみです。こちらが今回宿泊するブルートレインタラギです。おお、東京の文字が。実際に生でブルートレインを見るのがこれが初めてです。本当にね東京まで連れて行ってくれそうな雰囲気が出ていますね。寝台特急はやぶさ号、東京と確か熊本だったかなを結んでいた寝台急行、間違いない寝台特別急行列車です。行き先表示にはですねはやぶさ号東京行きと出ています。まあそれではですね、まあ、実際に中に入ってみたいと思います。もう入ってるか。ですね、まずねフロントにチェックインしていきたいと思います。ここはですねフリースペースとなっていまして、お湯とか使うことができます。そして今回宿泊するソロという部屋です。このようにね、まあ、ソロは個室タイプとなっていまして、ベッドや机がついています。またね毛布などを使うことができます。おお、まあ、部屋を見てみるとですね、まあ、シングルよりは広いかなという感じですね。実際にこの車両が使われていたんだな。いいな。なんかあれですね、ソロと言いながら、まあ、サンライズ号のソロよりはまあ広い感じがしますね。机もついていますし、もうしかも折りたたみ式のですね、机。折りたたみ式の机だとですね、シングルツインとかですねしかついていないので、そう思うと結構豪華な作りとなっています。 JR 九州、本当に今九州にはですね寝台特急というのはですね七つ星以外はまあ走っていないですけど、七つ星もね寝台特急と言っていいのかもうどうかわからないんですけど、それ以外はね走っていないので、またこれはですね、まあ、トイレの空き状況を確認することはできる装置多分で、ブルートレインタラギさんからはですね宿泊券乗車券をもらうことができます。タラギから夢の国、いつかね夢の国に行けることを願って、でソルトはですね、まあ、こんな風になっています。まあ、カプセルホテル的な感じですかね。まあ、飲料水もついていますが今はね使うことができません。サンライズ号にもですね飲料水つけてくれるとありがたいんですけども、そしてハイケンスのセレナーデをね流す体験をすることができます。まあ実際に流してみたいと思います。またですね、開放型 B 寝台にもですね宿泊することができますが、今回はですね、まあ、1人だったということで、まあ、個室をね、まあ、予約しましたけど、まあ、大人数で来るときはですねこの開放型 B 寝台に宿泊するといいかもしれません。ここにもね座ることができます。またですね恵比寿の湯にもですね入浴することができます。あそこにブルートレイントラギがありますけども、この3140円に、まあ、恵比寿の湯のね入浴券もついています。これはいいですね。で早速入っていきたいと思います。あーいい湯だった、いい湯だった、めちゃくちゃいい湯だった。もうだから露天風呂がねもう本当に気持ちよかったんですよね。もう言葉では伝えられないんで、ぜひまあ、ブルートレインタラギに宿泊する際に、まあ、行ってみたらどうでしょうか。
まあ、コーヒー牛乳でも飲んでね、まあ、ちょっとねリラックスしましょうか。コーヒー牛乳を買おうと思ったんですけどね、間違えてボタンを押し間違えてしまい、牛乳を買ってしまいました。まあせっかく簡単でね、まあ、牛乳飲んでいきましょうか。なんじゃこりゃ、ちょっとうますぎるって。うまっ。まあ結構ぐらいですかね。さて、まあ入浴も終わったことですし、ブルートレインタラギにね戻っていきましょう。これがいいんですよね、 B 寝台ソロ、大きくねソロと書いていますけど、これがいいんですよね、ブルートレインならではです。では中に戻ってハイケンスでも鳴らしますか。これがいいんですよね。それではですね、まあシーツをですね、まあつけて、もうねちょっと眠いんでね、朝早くちょっと起きてね、18キップで移動してきたので、ちょっとめっちゃ眠いんですよね。それではですね、もう寝る支度をして、もう今日はねもう寝ていきたいと思います。それではですね、おやすみなさい。おはようございます。さてね、まあ起きて、外は今どこかな、1ミリも動いてなかったわ。本当にね、もうまるで動き出すかのような感じですからね、そう感じてしまうのも無理はありません。それではですね、もうブルートレインにねお別れを告げて、まあ、人吉駅の方にね、まあ、戻ってね行きたいと思います。平日ダイヤの場合はですね、7時半ぐらいの後はですね、確か午後ぐらいまでなかったような気がするんでね、まあね、公共交通機関で来ている方々はですね、まあちょっと気をつけていただければなと思います。次ブルートレインに宿泊できるのはいつになるのかな。まあね、またブルートレインが復活してくれたらまあいいけど、そんな未来が来るのかな、どうなんですかね。それではね、ブルートレインタラギにですねお別れを告げて、タラギ駅に向かっていきたいと思います。まあ、タラギ駅はですね、目と鼻の先にありますからね。まあ、せっかくね列車が来たので、まあ、ブルートレインとね球磨川鉄道との、まあ、ツーショットをね、まあ、撮っていきたいなと思います。というわけで、タラギ駅に戻ってきました。タラギ駅からですね、球磨川鉄道に乗って、肥後西村駅からはですね、代行バスに乗って、まあ、人吉駅までね、まあ、行きたいなと思います。ここの券売機で、ね、買うことができます。まあ、なかなか立派な駅舎ですね、タラギ駅は。本当に、あそこで一晩過ごしたんだな。なんか感慨深いですね。
というわけでね、最後にブルートリンを見て、まあ、この動画はね終わりたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。